東京大学大学院農学生命科学研究科で特任研究員をしております金ヶ江と申します。今日はこのように自分 の研究を紹介する機会をいただきまして、主催者の皆様にお礼を申し上げます。タイトルとしては農林業を支える植物のゲノミクスということなんですけれども、ちょっとこのタイトルを研究室で見せたときに本当に支えてるんですかということを聞かれたんですけれども、まあ、支えてはないかもしれないんですけど、支えたいというかこういう手法で支えていきたいというような話をさせていただきたいと思います。まず農林業というふうに書いたんですけど、最初に農業を支える植物ゲノミクスということで話をしたいんですけれども、今ここに 6つの生物種の絵を描いているんですけど、パパイヤ、稲、トマト、トウモロコシ、イチゴ、カカオ、この4つ の作物の全ゲノムがもう解読されているというものです。これはほんの一例になるんですけれども、多くの作物ゲノム配列がデータベースで公開されています。どれくらいその植物のゲノムの解析が進んでいるかっていうのを全部把握することはちょっと難しいので、一つ植物ゲノムデータベースのファイトゾームというものの中でどういうゲノム配列が公開されているかっていうのをちょっと示してみました。赤で囲っているのはモデル生物と呼ばれているようなもので、ちょっと字が小さくて見えにくいと思うんですけども、これが白犬ナズナ、ここに白犬ナズナの絵を載せますけれども、あとはモデル樹木とされているポプラやイネで、イヌカタヒバやヒメツリガネゴケがこういった位置にあって、これだけ多くのゲノム配列がすでに植物では公開されています。で、朝のお話にもありましたし、先ほどのボーノさんのお話にもあったと思うんですけども、ゲノム弁当というゲノムが解読された生物種だけを食材に用いるっていうゲノム弁当があるんですけども、東方ピクチャーギャラリーの方にはこの 4つの生物種しかまだ書いてないんですけれども、今ではもうかなり多くの食材をゲノム弁当に使うことができるようになっています。で、ゲノムサイズ、植物のゲノムサイズがどれくらいなのかっていうのをちょっと NCBI のゲノムのサイトからサイズをプロットしてみたんですけども、ここが人ですね。あとは作物のゲノムを書いているんですけども、白犬ナズナはかなりゲノムサイズが小さくて、この一番左端にあって、これ、ゲノムサイズ順に並んでいるんですけども、人よりもかなり大きなものとして小麦が挙げられます。あとはトウモロコシはこれくらいですし、馴染みのあるような、バナナもこれくらいの、ゲノムサイズで、ここ食べ物じゃないんですけども、モデル生物のヒメツリガネゴケはこれくらいのサイズになります。稲はもう少し白犬ナズナよりも大きくてこれくらいですね。で、次に小麦ゲノムがどれくらい大きいかっていうのをちょっと紹介したいんですけども、小麦のゲノムは稲のだいたい40倍ぐらいあるって言われていて、どうしてこんなに大きいかと言いますと、異なる3種類のゲノムで構成されていて、でこんなふうな A ゲノム、B ゲノム、D ゲノムっていうような構造を持っているんですけれども、こういう構造のために農業上有用な特性に関わる遺伝子の単位とか DNA のマーカーを開発するのが非常に困難だと言われています。ここと同じような配列が2つあるんで、3つ同じものが出てきてしまうというような状況になってしまうからです。でちょっと話はちょっと逸れてしまったんですけれども、植物のゲノム解読といっても全部同じぐらいの程度に呼ばれているっていうわけではなくて、大体3段階ぐらいに分けられると思うんですけれども、まずはドラフト配列という、まあ、小麦とかなどでまだドラフト配列だけが発表されているような状態があり、まあ、遺伝子の全体像っていうのは把握できてない状態があって、でそれから全ゲノム配列を決定っていうような状態で、まあ、
これは今ちょっと私が使っているソルガムなどが言えると思うんですけども、遺伝子の予測とかアヌテーションがある程度はついているんですけども、まだモデル生物のゲノム配列とかに比べると完全ではなくて、遺伝子予測もちょっと正しいかどうかわからないような部分があったり、ギャップがあったり、遺伝子のアノテーションも相同性に基づくものがほとんどで、きちんとしたこういう白犬ナズナとか稲で分かっているような遺伝子の機能解析などはまだ進んでいないっていうような状態になっています。でそこでちょっと思って最近考えているのは、ゲノムが解読されたっていうことでかなりプレスリリースとかいろいろ出るんですけれども、ゲノムの解読っていうのはゴールではなくて、やはり遺伝子領域や制御領域の同定、そして遺伝子機能を解明するっていうことが必要になってくると思います。で先ほどの図だとトウモロコシ小麦のゲノムサイズが大きすぎてちょっとよくわからなかったと思うので、ちょっと拡大した図をもう一度出させていただいています。先ほどと同じように一番小さい白犬ナズナが左端にあって、であとはトウモロコシがこの中では一番大きいんですけれども、ここが稲ですね。で今はもうかなり多くのゲノムが読まれているんですけれども、この中でちょっとプロジェクトの方で取り扱っているものがこのソルガムという生物なんですけど、比較的ゲノムサイズが大きくて稲の2倍ぐらいサイズがあります。でソルガムをやっていますというふうにいろんなところで話していても、ソルガムって何ですかって、それは作物なんですか、何に使うんですか、食べたことはないんですけれどもというような話をよくされるので、ちょっとソルガムの紹介をさせていただきたいと思います。でこれがソルガムで、かなり巨大な植物です。かなり大きくて、高さ大きいもので3メートルぐらいになるので、これを計測するとき私のだいたい身長の2倍ぐらいのものを抱えて計測するような状態になっています。で同じように稲と同じ稲科で、ゲノムサイズは 732.2 で、染色体は10本で、稲科で1年草なんですけれども水温植物になります。でおそらくこの中でソルガムを食べたことがあるという方は少ないと思うんですけれども、実は生産面積が世界第5位の主要穀物になります。で最近注目されていてプロジェクトの方で取り扱うきっかけになったのは、この、ソルガムはかなり大きい植物であって、バイオエタノールなどの資源作物として使えるので、資源作物としての育種が必要ということが一つと、あとかなり乾燥した環境などでも丈夫に大きく育つので、乾燥耐性といった研究などにも用いられています。ここでそのソルガムの育種を行おうということでプロジェクトが始まったんですけれども、稲などに比べてDNA マーカーなども材料がかなり少ない状態で研究を始めました。で、育種を行うには DNA マーカーを設定する必要があるんですけれども、少しDNA マーカーについて説明させていただきたいと思います。で3種類ちょっと大まかに分けたんですけれども、1つは SSR マーカー、これ昔から使われているものになりますが、遺伝子のマッピングや QTL 解析、マーカー選抜などさまざまな解析に利用されています。で、このマーカーの優れているところは、コードミナントの共有性マーカーで、マルチアレリックなマーカーであることです。で、他のマーカーと比較して再現性が高くて、で別の種でもこのマーカーを使うことができるという利点があります。で最近ちょっと増えてきているのがこのスニップマーカーですね。スニップマーカーは SSR と比較すると比較的ハイスループットにその遺伝子型を決めることができます。で育種の場面ではこのスニップマーカーを用いることが今まで多くて、で連鎖地図やゲノミックセレクション、GBAS などに利用されています。
最近増えてきているのはこの NGS を使ったジェノタイピングです。で、これに、3種類に分けているんですけれども、このラッドセックと呼ばれる制限酵素で切断して使うジェノタイピング、GBS もそうですね、あとは全ゲノムシークエンスをローデプスで読んでしまうっていう手法が最近増えています。この場合塩基配列から直接読み込むだけで、このマーカーを設定してどの領域の遺伝子型を取っていくかとか、そういったことを全く考えることがなく、一度に多くのスニップを得ることができます。そしてマーカーを設計する場合にはかなり偏りが生じる場合があるんですけれども、全ゲノムを使って配列を取ってくるので、マーカーがの偏りが少ないといった特徴があります。で、実際にこれはソルガムで取ったラットセックのデータなんですけれども、こっちが系統名で、こっちはスニップの位置を表しているんですけれども、かなり遺伝子型が結束しているところがあると思うんですけれども、ちょっとこのラットセックの特性として、一気にいろんなスニップの情報を得ることはできるんですけれども、結束が多いという点があります。で、このようにして今ではスニップマーカーとかラッドセックでさまざまな生物作物の遺伝子型を決定して、それで育種に生かしていこうということで研究を進めています。で、育種のためには2種類方法があると思うんですけども、一つは育種に有用な遺伝子を探していくっていうことですね。で、いろんなゲノム配列が取ってこられたときに、そのゲノム配列からオルソログなどの情報を用いて、相同性などの情報で候補遺伝子を抽出してくるっていうことが一つ考えられます。で、もう一つはあまりその他の生物の情報を使わない場合には、そのいろんな品種でリシークエンスを行って、品種間の比較を行うことで有用形質についての情報を得ることができます。で、例えば、こういう、これソルガムなんですけれども、ソルガムから DNA を抽出してきて、品種 A と品種 B を比較して、で、片方の品種は、紫斑点病にかかってしまうんですけども、片方の場合は、紫斑点病に抵抗性を持っているということが分かると、この2つの集団を比較して、この2つの交配系統などを使って、例えば染色体5番のこの位置に、紫斑点病の抵抗遺伝子があるといったような解析をすることができるんですけれども、このように有用な遺伝子の位置を知ることによって、ここにマーカーを設定して大きく作物を育てない幼病の段階からDNA を抽出して DNA マーカーによる選抜育種をすることができるようになります。このためにも育種には有用な遺伝子を特定していくっていうことはとても必要なことなんですけれども、 DNA 配列だけ、ゲノム配列だけからだとどうしても探すことができないので、いろんな遺伝子の並びとか遺伝子の詳細情報を検索閲覧できるデータベースっていうのは必ず必要になってくると思います。で、それでいつもどういった形でこちらの方でゲノム配列を育種に利用していくかっていうことを少し紹介したいと思います。これは植物ゲノムのデータベースのファイトゾーン、先ほど最初にお話ししましたけれども、これにはもう52のかなり多くの種類の植物ゲノムの配列が登録されています。で、ここからどうやって自分が興味のある遺伝子に関して調べていくかっていうのをちょっと例を示したいと思います。で、まずソルガムの場合はあまり情報はないんですけれども、例えばこの遺伝子について気になったということで調べてみた場合に、全てのどういうようなドメインを持っているかっていうのをテーブルで示してあります。で、これは実際には
シミラーとファイトクローム B って書いてあるんですけど、これファイトクロームのヒトクロームの遺伝子なんですけど、ヒトクローム B なんですけれども、実際にこのアノデーションがついていて、でヒトクロームが持っている特有のこういうよく知られているドメインがちゃんと入っているかとか、そういったことを確認してこの遺伝子の機能を推定するっていうことをまずドメインの面からしていきます。あとはその比較ゲノムを使うことも可能です。でこれは例えばソルガムではどれくらい遺伝この遺伝子いくつ持っているかっていうこととか、あと被子植物では例えばこれはここがソルガムの列なんですけど、ソルガムではこれだけ3個遺伝子を持っていて、これはトウモロコシですけれども、トウモロコシはこれくらい遺伝子を持っていて、で稲ではやはり3つっていう形で、他の割と近縁なイネ科の植物がどれくらいの遺伝子を数を持っているかっていうことも確認できますし、それぞれの遺伝子についての情報を得ることも可能です。あとは先ほど遺伝子を調べるときにさまざまな品種の変異を調べる必要があるっていうことをお話ししたんですけれども、これはこの遺伝子の中のスニップに関する情報をテーブルで示しているんですけれども、例えばリファレンスゲノムがこの配列で、バリアントがこういう配列でっていうときにどういったエフェクトがあるかっていうことを示していて、例えばここがA に変わることでコドンがデリジョンが起きてしまうとか、あとスプライスサイトがなくとか、そういったエフェクトを調べて、例えばこういった遺伝子このスニップが何か変異の原因になるんではないかというふうに推測することができます。でそれだけではなくて、このジェノタイプっていうところで、そのこちらの遺伝子型リファレンスタイプのものとバリアントタイプのものがどれくらいの比率で持っているかということもこのテーブルにあるので、どの品種がどういった変異を持っているかということを調べることで、その原因と、例えばここの変異があれば草丈が短くなるとか、そういったことも品種ごとに調べることによって、ある程度自分がその品種のシークエンスをすることがなく、データベース上だけで他のデータを使ってその原因遺伝子を特定するということができるようになります。で先ほどは遺伝子自体のお話だったんですけれども、ソルガムの場合は遺伝子予測がうまくいってなくて、本当はここに遺伝子があるのになくなっているとか、あと予測が間違ってフレームがずれているとか、そういったことがかなりあるんですけれども、そういう面でモデル生物ではないものを扱っているとデータベースが信頼できないといった状況があると思うんですけれども、そういった時に新テニーを利用してその遺伝子の機能などを調べるということも行っています。でこれは遺伝子の新テニーを調べるためによく使っているデータベースなんですけれども、これは先ほどのそのファイトクローム B の遺伝子の周りがイネ科で保存されているかということをちょっと調べたものになるんですけれども、これがソルガムの1番染色体、これがイネの3番染色体になるんですけれども、このように比較をすることでこの周辺のファイトクローム B の周りの領域が全て保存されているっていうことがわかると思うんですけれども、やっぱり祖先が同じイネ科の植物の間では遺伝子の並び方に共通性があるので、このイネのアノテーションや遺伝子予測情報などを利用してソルガムの遺伝子に関する情報を得たりとか、あるいはある遺伝子だけなくなっているっていうような状況も遺伝子によってはあるので、その情報でその遺伝子が失われるとどういった機能が新たに付け加わっていくかということも調べることが可能になります。先ほどの遺伝子の周りだけを調べていたんですけども、染色体レベルでどれくらい似ているかということも植物ゲノムでこの先ほどと同じサイトで調べることができます。例えば今回興味があった稲とソルガム
のものを出しているんですけども、生物種を2つ選んでいくことで染色体レベルの進展にも利用することができます。ソルガムの9番10番染色体は稲の5番6番染色体とかなり似てるっていうことがすぐお分かりいただけると思うんですけど、ここの部分だけ何か違っているものがあるとか、あるいは逆になっているところとか、そういった染色体レベルの変異というものも調べながら稲の機能からソルガムの機能というものを推定していくということも可能になります。これまではデータベースをどういうふうに活用して次世代モデル生物のゲノムを調べていくかっていうことを紹介してたんですけども、これからは実際に研究室の方でどういったことをやっているかっていうことを少し紹介したいと思います。先ほどちょっと病害抵抗性の遺伝子の話をしたんですけども、 DNA マーカー育種っていうものが植物では育種では行われていて、有用遺伝子の有無を識別できるマーカーを作成して品種と A と B の区別ができるようにして、その遺伝子が保持しているかどうかっていうことを PCR などで確認、短時間で確認することができるようになります。そのことによって DNA の状態でマーカーで選抜することによって有料品種の育成が短時間になっているということが言われています。でこのように稲などではもう有用遺伝子っていうのがどういうものかっていうものが分かってますし、マーカーもすでにできているのでその情報を使えばいいんですけれども、私どもが扱っているソルガムではそのような詳しい遺伝子に関する情報が少なくなっています。そこで、ゲノミックセレクションというものを行ってその育種を高速に進めるということを計画しています。で、これがソルガムの集団なんですけれども、多数の品種を圃場で栽培して、そので葉っぱを取ってきて遺伝子型データも次世代シークエンスラッドセックでスニップ解析を行います。で表現型データを Y とし、マーカーの遺伝子型データを X として、表現型データ Y とマーカー遺伝子型データの X の関係性をモデル化しています。これは機械学習を使ってやっているんですけれども、こういうモデルを構築しておいて、そのモデルをもとに実際にその遺伝子型だけがある X 書いてあるんですけど、このマーカー遺伝子型だけを用いて表現型データがない系統がどういうふうな表現型になるかっていうことを予測するっていうことを行っています。栽培することなく予測して選抜するのがゲノミックセレクションです。でその精度の評価の方法ですけれども、十分割交差検証法を使っています。先ほど全部本当は全部その表現型がデータと遺伝子型データがあるようなトレーニング集団を作っておいて、その中の 10% だけをテストデータとして精度の算出のために取り除いておきます。この後の残りの9割のデータを用いて遺伝子型と表現型データでトレーニングを行ってモデルを構築しておきます。で残りの 10% の集団に関しては、その遺伝子型データを入れて表現型を予測して、未知のデータとして予測を行って、実際の元計測していた表現型データとどれくらい合っているかっていうことを比較することで予測精度を評価しています。でそのようなことをするそのゲノミックセレクションに何の利点があるかっていうことをちょっと話したいと思うんですけれども、ソルガムは先ほどお話ししたように3メートルぐらいあるかなり大きな植物なので、これを栽培しようと思うとかなり広いスペースが必要なんですけれども、この大きなソルガムを管理するにはかなりの人手と費用、時間がかかると思うんですが、実際にこの小さい幼病の段階でDNA を抽出して遺伝子型を決定して、この
植物は草丈が高くなりそうだとか、この植物は糖度が高そうだとか、この予病の段階で表現型を予測することができるようになることで、このように栽培することがなく、この株がいい株で選抜した方がいい系統になるだということを見つけることができるということで、かなり栽培をせずに次世代に持っていったりできるので、育種の高速化ということでもかなり利点があります。で、実際に、モデルを構築してゲノミックセレクションを行った図がこれになるんですけども、これはちょっと未発表のデータになるので、これは草丈に関して、これが観察値、これが予測値ですね。こっちが、一つだけのモデルを構築しただけでは、このモデルで合ってるかどうかわからないので、今5種類の手法でモデルを構築しているんですけれども、多くの、これは草丈の形質だけを質で示しているんですけれども、多くのケースでこのガウスカーネルというものを用いた非線形回帰が最も予測精度が高くなっていました。例えばその大きな効果を持つような遺伝子がある場合の予測モデルと、小さな効果を持っているような遺伝子が多く集まって何か形質に影響しているものとでは、やはりそのモデル化の手法っていうのが異なってきますので、今回はこのようにたくさんの手法を試しています。で、ちょっとこれまでの作物ゲノム育種をまとめると、既存のマーカーが少ない場合にもラッドセックでスニップを探索して、スニップマーカーを作成し、遺伝子型を決定することによって、連鎖地図とか GBAS とか QTL 解析ゲノミックセレクションも行うことができます。今回の扱ったソルガムは1年で大きく育つんですけれども、例えば果樹のように実がなるまでにかなり時間がかかるようなものでは、予病の段階でその品種の特性っていうものをすぐに分かるので、品種改良の大幅な効率化、高速化が期待されます。もう一つはその林業を支える植物ゲノミクスということで、樹木のお話をしたいと思います。植物ゲノムの中で先ほどの図にありましたように、ゲノムが分かっている、かなり解読されているというのはポプラが挙げられるんですけども、ポプラがモデル樹木としてよくデータベースなどで公開されているんですけれども、成長が早くゲノムサイズが比較的小さい、で染色体数が19で 420.9 メガのサイズになっています。これは皮脂植物なんですが、今回は扱っているのは裸子植物になるんですが、裸子植物のまずゲノム解読の状況を説明しますと、マツ科の頭皮属の針葉樹の欧州頭皮っていうものが裸子植物では初めてゲノムが解読されています。ゲノムサイズが20ギガということ で、欧州頭皮っていうのはどういう植物かっていうのをちょっと分かりやすく説明しようと思って持ってきたんですけど、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーがこの欧州頭皮なんですけども、かなりクリスマスツリーとかギターとかに使われているようなものです。で、20ギガもゲノムサイズがあるんですけれども、実際に遺伝子の数っていうのを比較してみたんですけど、見た図なんですけど、論文の図を引用していますが、これが白犬ナズナで、これが欧州頭皮なんですけども、遺伝子の数で見ると同じぐらいの数しか持っていない。で、トランスポゾンや反復配列が多いことによってゲノムサイズが大きくなってしまうっていうことが分かっています。で、針葉樹のゲノムサイズっていうのは大きいんですけれども、こういうポプラのような広葉樹は小さくなっています。最近発表されたその欧州頭皮のメッチロームの解析によると、20ギガはこのような20ギガのゲノムサイズの中でリピートがたくさんあるので、かなりいろんなメチル化が起きているという報告もありました。で、かなり
大きいゲノムなんですけれども、ゲノムの情報を利用できるようにということでデータベースの方も充実してきています。次第に作物と同じように樹木のデータベースも使えるようになってくるんじゃないかと考えています。でここからは実際に研究室の方で行っている、研究をご紹介します。後藤さんらのグループで行っているものなんですけれども、ちょっと高標高にあるトドマツと低標高にあるトドマツの交配集団を用いた連鎖地図の構築と QTL 解析です。でトドマツも馴染みがないかもしれないのでちょっと説明させていただくと、トドマツってマツって名前がついてるんですけど、実はマツ族じゃなくてモミ族に分類されていて、北海道などにサハリンとかに下の方に分布していて、建築材料とかパルプとして使うことができます。で本州の杉とかヒノキのように扱われてきた北海道ではすごく大事な樹木になります。そこでその標高低標高のものと高標高のもののトドマツの標高適応に関与する遺伝子を見つけてこようということで研究が始まったわけなんですけれども、おそらく複数の遺伝子が支配していて、連鎖地図には大量のマーカーが必要だろうということ、ゲノムサイズが大きいの であと分離集団も必要だろうということになったんですが、問題はゲノムが解読されていないということで、何かマーカー情報ありますかということで調べると、この集団で使えるマーカーが7つしかないという状況で、新しくスニップマーカーなどを設計するには難しいだろうということで、一気にラットセックでスニップの多系データを取ってきました。で、高標高低標高の2元交配ではなくて、高標高低標高を交配した後4元交配を行って、集団を作ったんですけども、これが2011年のことですね。富良野でこの高標高1200メートルに自生しているトドマツと530メートルのトドマツを交配しています。実際に2011年に交配し、DNA を抽出して実際にちゃんと交配ができているかっていうことを SSR マーカーで確認をして、あと形質を測定しています。で、376個体のラットセックを行って、で、先ほど申し上げたようにリファレンスゲノムが全くない、マーカーも全くない状態なので、スタックスを用いてスニップの遺伝子型を決定しています。ここからもちょっと未発表のデータになるんですが、連鎖地図、ジョインマップというソフトを用いて連鎖地図を作りました。事前にゲノム情報を全く持っていなくても、ラットセックで一気に500以上のスニップマーカーを得ることができ、連鎖地図を作成することができました。この連鎖地図はモミ族の染色体数となり、12の連鎖群に収束しています。で連鎖地図を作った後に実際に形質データを取っていますので、QTL 解析を行ったんですけれども、虹の実、地際の径などで優位な QTL を検出しています。これもちょっと未発表のデータなのでかなり見えにくくなっているんですが、こういう連鎖群の中でこういう色がついているところに、ここに QTL があるっていうことを示していますが、別の形質でも同じ位置に QTL が検出される例というのもありました。虹の実というのがちょっと馴染みのない方もいらっしゃると思うので少し説明させていただきますが、成長が2年目に成長していくんですけども、冬になる糖芽が形成された後にも伸びるっていうもの形質なんですが、これは低標高にあるトドマツでのみ見られる形質なんですけれども、これは遺伝的に遺伝しているのかどうかっていうこともまだはっきりしていなかったんですけれども、この QTL 解析によってこの位置に QTL が存在しているっていうことも明らかになりましたし、このような形質の遺伝基盤ということが明らかになっています。で、すいません、最後なんですけれども、農林業を支えるゲノミクスということでお話ししてきましたが、このようにモデル生物のように事前にゲノム情報がなくてもラットセックで
スニップの検索とかスニップマーカーを作成したり遺伝子型を決定することを同時に行うことができるようになります。これはやはり次世代シーケンサーがあることによって可能になってくる育種ということになると思います。で、あの結果でとして先ほどのトドマツのように連鎖地図を作成したり、QTL 解析を行ったり、今回はあの紹介しなかったんですけれどもソルガムでも G バスが行って有用な遺伝子のを捉えることができていたり、あとゲノミックセレクションを行うこともできます。で、あの最初にあのゲノム弁当っていうお話をしましたけれども、ゲノム弁当だけじゃなくてもう樹木のゲノム配列が解読されているんでゲノムハウスということもそろそろ可能になってくるんじゃないかというふうに思っています。以上です。